これ飲んでみたいと思いますね。赤さつま。これはですね、なんだ、赤の霧島じゃなくて、赤霧島？あれの対抗馬としてよく語られる、お酒なんですけどね。これはマイナーですね。でも、今もね、エイムラサキっていうね、珍しいの使ってます、これ。希少品種ですね、これもね。で、お菓子に使うことが多いんだよね、これ。だからあんまりお酒には使わないと思いますね。効かないでしょ、エイムラサキ。でね、限定ですね、これ。そうそう、限定の。年に2回ぐらいの、あれと一緒です。赤霧島とか、赤根霧島みたいな感じで限定でやってます。じゃあね、飲んでみます。まずね、ストレートできますよ。これ見ないよね、これ。よいしょ。これ全然これ見ないです。ちょっと遠出して見つけたんです。はい。こんな感じでいいんじゃないですか。まあ画質悪いと思いますけど。パソコンのやつ。はい、いただきます。ああ、香りが甘い。これね、見たけぐらい甘いです。芋って感じですね。アルコール度数がね、25度。アルコールもね。ずいぶん甘みが残ってますね。フルーティーでね、ほんとお菓子みたいな感じです。ポテトの、お菓子あるじゃない。スイートポテト。あんな感じですね。ちょっとね、氷入れてきたんですけど、これ、ちっちゃい氷しかなくてね、くっついちゃってね、取れない。自動で出てくるやつあるよ。あれで、凍ってるんだよね、なんか。くっついちゃって、一回溶けたかなんか。甘いです。すごい甘い。ロックでも甘い。ロックって言っていいのか、わかりませんが、これぐらいだ。ここもそこそこあるんじゃないですか。なんかこれコクがあんまりないって言ってる方いるけど、俺はあると思うけどね。しっかりとした味です。その後を引く感じ、これがね、ありですね。ほんと優しい味かな。マイルドな感じで、甘みがとにかく目立つ。飲みやすいと思うんですね。こんだけ甘いんだから、お湯割りも水割りもね、甘いと思います。これはもっと評価されてもいいんじゃないかな。はい、当たりですね。久しぶりに芋焼酎で当たりました。はい、失礼します。てか、飲んでなかったな、あんまりな。芋焼酎。